どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ、今回は久々登場です。ワンオクロック。ワンオクロックの曲いきます。はい。欲望に満ちた青年団。こちらの曲。結構リクエストもいただいておりまして、今回もやりますよ。かっこいい2バージョンです。最初のバージョンは初心者の方でもなるべくできるようにしたシンプル簡単バージョン。後半はキレッキレのかっこいい、あの感じ出せるようにバッチリ決めてみたいと思います。2バージョン。最後までご覧になってください。さあ、自分の大好きな曲が憧れの曲、いつも聴いてる曲。カラオケで歌ったりするのもいいと思うんですけど、CD 聴くのもね。自分で楽器を弾きながら歌う。この弾き語りっつうのがもうほんと楽しいんですよ。ぜひ皆さんに体験してもらいたい。とはいえ、ギターとかピアノとかちょっとやっぱね、難しいんですよね。いました、いいのが。ウクレレでございます。ウクレレはですね、まあ、触ったその日に、もう3曲も4曲もできる。ほんとスペシャルな楽器。つまり簡単なんですけど、簡単なだけじゃないです。ものすごい奥も深いんですよ。本当にね、このちっちゃい中にものすごい宇宙が詰まってるというような感じで。ずーっとね、一緒にね、楽しめる人生のパートナーになると思います。ぜひウクレレ始めてください。しかも、今ご覧になってるガゼレレ YouTube チャンネルで動画を見ながら触ってるだけで、どんどん楽しく音楽できるようになるわけですから、これはいいと思いますよ。はい。YouTube ですからね、スマホで、いつでもどこでも見られるわけですね。これちっちゃいからね、ソファーの脇に置いといて、いつでもちょっとした隙間時間に、ご飯が炊ける間にちょっとスマホで見ながらとか、テレビに映したってまあいいわけですからね。どんどんできるようになります。しかも、YouTube はですね、無料ですよ。これはね、ぜひ皆さん始めてください。お気軽によろしくお願いします。もうちょっとしたらここにリンクを貼り付けます。このリンク先の初心者レッスンのここというところにジャンプしてもらって、数字の1から順番に動画を見ながらウクレレ触ってるだけで、はい。すぐできます。よかったです。本当にね、ぜひ皆さん始めてください。じゃあリンクありますよ。初心者レッスンここ行ってらっしゃい。クリック。いってらっしゃい。そこには私が今まですでに取りためた700曲近くのありとあらゆる音楽をウクレレで簡単に表現したレッスン動画、ウクレレ簡単レッスン動画の700曲も上がってるんですよ。はい。最新 J-POP はもちろんですけど、定番の J-POP、洋楽も山ほどあります。ハワイアンもいっぱいありますよ。あとは映画の曲だとか、もうアニメソングだとか、演歌もあります。必ず皆さんの好きな曲があると思いますので、さっきのリンク先の、下の方に行くとですね、ジャンルボックスで分かれてたりとか、検索もできるんで、自分の好きな曲あるか探してみてください。よろしくお願いします。ワンオクロックも、Wherever You Are とか過去にやってます。ちょっと難しいですけどね。はい。じゃあ今回は、まあ、どんどん進めていきましょう。欲望に満ちた青年団。まずはシンプル簡単バージョンの方からやってみます。
にと上向いて歩く、もう一度光浴びて、そして今度は騙されるように、僕らは今目指すよ、欲望に満ちた青年だ。誰かが言った言葉、それすらその時は流して、今になって気づいたよ、欲望に負けた少年だ。欲望に満ちた青年団、ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。いかがだったでしょうか。コードはシンプル、ただしやっぱり歌の乗せ方が、まあ、あのラップ調のね、あのかっちょいいやつやろうと思うと結構雰囲気出すのは難しいと思うんですけど、やってみました。はい。で、動画のテロップと一緒に合わせて弾いて歌うっていうのもこれバッチリ最高なんですけど、その次のステップはノートに書いてね、それを見ながら自分だけで歌ってみるっていうのをやってください。その時の参考になるように私のノートを見ていただきます。コードは結構シンプルですよ。ここはあのワンブロックに4つ書いてあるから F、F、C、G、7って感じで進んでいきます。ひとまずこれ言葉がめちゃくちゃ多いからね、コード進行この辺ずっと繰り返しですから、ちょっとなんか何か参考になればいいと思うんで、これ一時停止してメモっといてください。私の場合この点でねリズムを測ってるんですよ。この点、こうやってリズムを取ると、この例えばここで言うとね、だよのだのところでリズムが入るとか、そういうふうにちょっとなんか参考になればなと。むにゃむにゃ書いてあるのはメロディーライン上がるところがとか、こうやって書いております。なんかヒントになればね、いいと思います。でここがちょっとブリッジパートみたいな、 I'm not alone, we're not alone みたいなところとか、こんな感じですね。ちょっとすごい字が多いよ。でやっぱりラップみたいな感じですからね。でここが一応サビですね。もうバーッと書いてある。ああもうほんとすごい言葉の応酬でございます。はい。で、ここはね、ギターソロのところはすごいショートカットバージョンのガズレレアレンジでちょっと感想を入れて、また B メロの2番の B メロやって、またサビ繰り返して終わったというガズレレ的アレンジになっております。まぁ、あ、ちょっとテロップとね、一緒に見てもらうのがいいかな。コード進行し、この辺なんかずっと繰り返しなんでね、見てみてください。じゃあ出てくるコード。はい。C、A マイナー、F、D マイナー、D7、G7、E7、E マイナー、7。はい。これ、1、2、3、4、5、6、7、8。出た!ガズレレ必須コード。オールスター勢ぞろです。ドン!ガズレレ必須コード。これ、いつもあの、見てくださってる方はお馴染みだと思うんですけど、このガズレレ必須コード、必須って書いてあるでしょ。必ず覚えてくださいというコードでございます。この動画初めて見た方、いらっしゃるでしょ。ウクレレでね、音楽を始めようと思った時に、まず一番最初に覚えてほしいコードが8個あるんです。8個のコード。これがガズレレ必須コードというグループの名前になっておりまして。8個ね。で、ちょっと広い話すると、コードっていうのはですね、もう星の数ほどあるんですよ。要はコードって何かっていうと、コードを弾いて歌うんですよね。こっちのこの切り替えるやつ。これコードって言うんですけど、ほんと何十万何百万っていうコードがあるんですけど、ウクレレで音楽始める人にとっては、まずはこの8個のコードを足がかりに。いろいろ知っていきましょう。この8個知ってるだけで、今ご覧になっているガズレレ YouTube チャンネルの700曲ぐらいの曲ほぼできるんですよ。不思議でしょ。ぜひ最優先でマスターしてください。簡単ですから、入門者用コードですからね。その8個のコードを以前私がめちゃくちゃわかりやすく解説している動画をここに貼っておきます。このリンク先でコードのお勉強8個マスターしてください。これが覚えられたらもうバッチリです。はい、よろしくお願いします。はというわけでですね、じゃあ次のステップどんどん行きましょう。次ここから後半かっこいいバージョンに入っていきます。かっこいいバージョンをやっぱりこれ、最初に言っておきましょう。リズムです。リズム。これね、いろんなリズムが登場する。ちょっとまあやってみましょうね。最初、メイン、イントロから A メロに来るやつ。そのところね、これです。こんな感じ。だんだん、たっ、かだんだん、たっ、かだんだん、たっ、だんだん、たっ、かだんだん、たっ、かだんだん、これはね、16ビートのリズムなんですよ。16ビート。16ビートのカッティング。ダンダンチャ、ダンダンチャ、チャも入る。口で言うのがいいと思います。ダンダンチャ、ダンダンチャ、ダンダンチャ、ダンダンチャ。これがベースになってます。はい。これ、あれみたいな、クイーンのね。なになにばんなになな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 どんどんた。わかりやすいでしょ?リズム。これ、なんとなく、体に馴染んでるリズムっちゃリズムだと思いますので、ちょっとやってみてください。
でもやっぱこのリズムを弾きながらラップを歌うっていうのはちょっとやっぱ難しいと思うんですけど、これ止めながらやるっていうのがポイントですね。はい。で、次はですね、まあさっきも言ったように基本的には16ビートの中でやってますよ。でね、ここがかっこいいんですよ。でも、I'm not alone, you're not alone. この B メロみたいなとこ、ここはですね、ドン、疾走ビートっていうのをやります。ちょっと聞いててくださいね。でも、I'm not alone, you're not alone, we know, we know, we know. かっこいいでしょ。これちょっと前のところから、その比較でやってみましょうかね。そして気がつくと枕部屋に一人ぼっちだった、終わったもん戻れないなんて歩くのをやめた。こっからですよ。I'm not wrong, you're not wrong, we know, we know, we not wrong. お金じゃ買えないもの手に入れて。かっこいいでしょ。ドンダンダンドンダンダンガドン。これはですね、疾走ビートっていうリズムです。ドンダンドンダンガ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 ドン。かっこいい。これはパンクロックとかロックンロール、ストレートロックの時にはこれでバーッと突き抜ける感じを出そうというのが疾走ビートでございます。わかった？じゃあ基本的には16ビートのカッティング、疾走ビート。これがメインになってきますね。そしてサビ、もう一度光浴びて、そしてでここのメインのところは16ビートのチャです。シンプルな、もう一度光浴びて、そして今度は騙されんように、どんどんバッカタッカ、どんどんバッカバッカ、どんどんバッカタッカ、どん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 。こんな感じですね。はい、結構奥が深いですね。はい、整理しますよ。16ビートのまあカッティングで止めながらやる、どんどんタッカ、どんどんタッ。はい。ここから始まって B メロは疾走ビートです。ドゥンダグ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 、疾走ビート。サビでは、ダンダグダカダカダンダグ、16ビートのチャ。この3つのリズムで構成したいと思います。ガズレレル書く場所。決めちゃいましょう。はい。この3つのリズムの弾き方なんですけど、はい。ここに注目。このリンク行ってください。このリンク先は、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から16ビートの基本のリズムのつかみ方を練習していただいて、あとは疾走ビートっていう動画があります。それを見てください。で、16ビートのチャという動画もあります。動画で全部それぞれリズムのね、弾き方を解説してますんで。動画でマスター。YouTube は便利ですね。はい。それでなんとなくこう感じをつかんでください。で、最初に皆さんにお断りしておきます。いきなり16ビートは難しいんですよ、めちゃくちゃ。なんで、まずはね、8ビートっていうリズムをマスターしてください。8ビートができないと16ビートにはたどり着けないんで、その順番を、見ていただくとよろしいかと思います。はい、とにかくこれ16ビートでこう、やっぱりシャッフルでこう、ちょっとね、やっぱノリが跳ねてる感じがかっこいいところなんですよ。はい。そんなことを踏まえながらやってみようと思います。あとね、決めが、ありますよ。悲鳴が、例えばね、ここ。ダッ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 とかね。はい。それテロップ内で書いとくんで、ここもだな。感想のところね、ここも、ダッ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 とか。あ、で、ここだ。感想にこの矢印マーク1箇所入ります。この矢印マーク、このマークを書くんですけど、これはですね、シンコペーションといって、リズムの前にスコーンと食い込んでくるやつです。その感想のところをちょっとやってみようと思います。サビが一回終わった後ですね。欲望に負けた少年だ。じゃんじゃじゃかパン、じゃんじゃじゃかじゃかダンダンダンダスダスダッ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 ダダ。こんな感じですね。もう一回こう。じゃんじゃかじゃかじゃ C。C からパン。G7 で矢印が入る。これをシンコペーションと言います。じゃんすかじゃかじゃーんでしょ。はい。これ、一回だけちょっと食い込んでくる。このシンコペーションマークで、かっこよく決めてみましょうと。あとは、ダダダダとか、ダッターとか、テロップに書き込むんで、それを参考に、こう、決めを入れてください。さあ、それではやってみましょう。欲望に満ちた青年団、ワンオクロック。かっこいいバージョン、やってみる。とても綺麗ぜ、でも今思えば汚かった。あれはいわゆるバッテリーエルス、光が眩しすぎて周りが見えず、ただただ日々を棒に振っていた。あの日今だから笑えるよ。とても重くてプレッシャー、嫌味、それに勝つためにただ嫌なやつで、そして気がつくと枕部屋に一人ぼっちだった。終わったもんも
歩くのもやめた。でも I'm not alone, we're not alone, we know, we know, we're not alone。 お金じゃ買えないもの手に入れて、 もう一度光浴びて、 そして今度は騙されんように、僕らは今目指すよ欲望に満ちた青年団。誰かが言った言葉、それすらその時は流して、今になって気づいたよ欲望に負けた少年団。青年団ワンオクロック、ガズレレルかっこいいバージョンやってみました。どうですか、このダンダンパッダンダンパッ、これをしっかりとカットしながら淡々とラップをする、もう脳トレでございます。これはすごく脳トレでございます。しかもそのなんていうか、こうフィーリングを込めてとなると、もう本当にですね、これはもうちょっと脳みそ沸騰的な感じですけど、いやー楽しいです。このリズムの洪水になんかこう体をどっぷり使っているという感じでですね、なかなかこれはやっぱ難易度は高いと思いますけどね、すっかり楽しくやらせていただきました。皆さんもなんかちょっとこの感覚つかめると、リズムと一緒に言葉がこうグッとこうね、こうミックスされて、なんかこう一つの塊になってこのメッセージを届ける、素敵でございます。ありがとうございます。皆さんもぜひこのワンクロックの名曲、ウクレレでやってみてください。よろしくお願いします。ウクレレすごい楽しいなと思った方、どんどん周りの方に教えてくださいね。これですね、あんまり上手じゃない人が教えた方が共感を呼んでいいっていう、こともあります。一緒に上手くなるっていう、一緒に楽しくやっていこうっていうのがいいと思うので、巻き込んで皆さんやっていきましょう。ありがとうございます。はい、ガズレレホームページどうもご覧になってください。ガズレレホームページを見てもらったら、もうガズレレのことすべてわかりますから、私がどんなやつかというか。はい、本もいっぱい出しております。リットミュージック社から出てる教則はもうベストセラーです。あと主婦の友社からもいい本出してます。あとガズレレ歌本というシリーズ、これはもうアマゾン見たらもうわかると思う、すごい大ヒット中で、とにかく本もいろいろ出してる。ウクレレとかグッズもいろいろあります。イベント情報もあります。イベント情報バー出しておきます。沖縄、長野、奈良、行きますよ。イベントもね、ワイワイも最高ですから、お一人様も大歓迎、もちろん仲間も大歓迎。はい、ガズレレ楽しんでどんどん巻き込んで、ぜひ私にも会いに来てください、ね、もろもろよろしくお願いします。ホームページ、はい、リンク貼っておきますよ。絶対見てね。あ、ブログも書いてますから、このブログがめっちゃいい話なんですよ。ぜひ皆さんブログも読んでください。それでは今回はワンブログやってました。テンション上がった。ありがとうございます。さよなら、バイバイ。